そう、トラカさん、僕も注文してんすよ。僕も注文してんすよ。僕も注文してんすよ。捨ててください。いや、捨ててください。だから無理だって。俺が捨てられる？うんうんうん。大好きになればいいんじゃない。さあ、買い物していくぞ。早いっすよ、朝。また。早いよ、マジ。写真撮るために行かなきゃだから。そうなんだよ。さあ。早すぎなんだよ。もう、行ってに行くんじゃないですか。なんか、これ買って。死ねばいいのに、死ねばいいのに。これ買って。これポルシェのお店。友達が、ポルシェの社長とかやりたい言ってた。オブジェって何？オブジェってあれじゃないの？写真撮るやつじゃないの？え？これが撮りたい。わかった。ソロカさん、終わりました。写真撮影終了ですか？一回閉まっていい？一回閉まえよ。すごいね。もう超いっぱい並んでる。ネットだと1時間くらいかかるって書いてある。うん、並んでたね。あ、いいの？行くの？トファミがもう多分できそうだから、トファミ交換行くんですか。次行こうかな。トファミ行きます。さつろかさん、これ引き換えはめっちゃ並んでるけど、死ねばいいのに、死ねばいいのに。はい、並べますか。ちなみにさつろかさん、逆光すごいっす。さつろかさん、これっすか。これでかくない？かわいい。これでかくない？さあ、開封しようぜ。さあ、園川さん、何買ってきたんですか？ストーファミのね、カード。早速開封していくんですけど、はい、今日、お友達も実は見てるんで、しっかりちょっと YouTuber っぽくやってもらっていいですか？前回もいたからね。YouTuber っぽく、1枚目、さとみさん。さとみさん、さとみさん。最近入ってない。1枚目。おこれ全員集合？レア！これレアなの？全員付き、全員ちょっと分かんないけどレアらしいです。9時55分です。関東地方のニュースをお伝えします。さとみくん、え、率高くない？ちょっと待って、そんな引き寄せる感じじゃないんだけどな。コロンくん、おおおお、高いのはリーニくんになる。よかった、よかった、進んでくれた。やばい、最後の1枚だった。当たりは多分ないな。当たりはないな。トン、おお、最後リーニくん、当たりはなかったということで、はい。ソラカさん、ここから入るんで、もう並びましょう、並びましょう。分かる。え？自らの政権構想をまとめました。やめとけ、やめとけ。なんで？ここ並べたら一番ですよ。違うって、ね、一番。昼公演だから昼公演より後なんだって。あ、そうなんですか？自らの政権構想をまとめました。並びましょうよ。並ばない。え、並びましょうよ。行きましょう。やだ、バイバイ。あれ、どうしたんですか？会場控えまで時間があるので。あ、リニ君から LINE です。今日も頑張ってくる。じゃあ今から昼来ないんですよ。はい、楽しみです。頑張ってくるって LINE 入ってますよ。はい、行きますよ。はい、なんか俺もいるけど、久々に映ったな。グッズです。素晴らしいね。はい、1万3000円分ぐらい買ってる。そうだね。張り切りすぎだね。いや、ペンラがあったから今回は。あ、そらかさん、会場受け取りですよ。あれっすね。行きましょう。レッツゴー。正直何買ったかも覚えてない。なんでやねん。お前なんで覚えてないねん。何買ったか。あ、会場です。ぬいぐるみとペンライト半端10個ぐらいしか覚えてなくて。そうっすね。どれ買ったか覚えてる？最近見慣れたね、この光景。そう、トラカさん、僕も注文してんすよ。僕も注文してんすよ。僕も注文してんすよ。僕も注文してます。はい、じゃあ QR からいただきます、はい、はい、じゃあグッズ買ってきたんですけど、はい、やべえ、ちょっと俺のさちょっと俺のタオル返してくんないですか。死ねばいいのに、死ねばいいの
のに。やだ返さないわ。俺の体拭くとあるから。前回もそう言ってくれたから。ありがとう。ありがとうって伝えたくて。俺のタオル。本当にありがとう。俺のタオルありがとう。まず俺のタオルちょっと広げてみましょうよ。俺のタオルだったから。違う。貸してあげるよじゃあ。ああじゃあそのままちょうだいね。ありがとう。やべえ美人いいかわいい。だから俺のバスタオルだっていうのだから。次行こう。ランダムじゃない方から行く。そうだね、ランダムじゃないやつ行こう。次なんですか。はい、まずこれリュウくんのアクキー。かわいい。むっちゃ脚光やなこれ。アクスタ。アクスタね。このでかいの欲しかったね。そう。当たり引いて。てか高齢になってきてる、うん、アクスタは。かわいい。そうね。これちょっと開けないとダメなんじゃないですか。新しいペンライト今日使います。うん、あついついつい。おついついつい。あ赤。はい。これ全員紫もあるよ。そうだよ、あるよ。オレンジも紫もあるよ。オレンジも紫も全部あるんだね、すごい。かわいい、イチゴの中。ちょっと夜やってみてください、それ。ててれーん。あ、犬さん人形。ぬいぐるみキーホルダーって。あ、そのサイズいいね。かわいいかな。はいはい。何に脱がせられるの、これ。あ、いいじゃないですか。かわいい。前髪短く、超かわいい。そのぐらいに空かもしてほしいんですけど。春の木漏れ日の中で。やだな。まあ、目かぶってると、ほんと、やだ。ブロマイド。ブロマイドさ、開封の儀のバージョンですね、これ。そう。いや、行こうよ。待って、空かのお友達の会話です。予想です。何ですか。何だろう。俺、さとみくん。コロンくん。せーの。あ、みくじ。さとみくん。さとみくん。いやいや、俺の。みくじ、みくじ。あ、おみくじね。何吉とかあんの。あ、何吉。ヤギ吉。ヤギ吉、よくわかんない。ヤギ吉って何。名しか書いてない、こいつ。名しか書いてない。次。5枚買ったから。5枚も開けんの。大変だね。じゃあ、次行こうか。はい、次。お、全員集合。全員集合。かっこいい。かっこいい。やば、シルエットがかっこいい。あ、これもしかして全部実写っすか。実写ですね、このブロマイドは。これワンチャン俺入ってる可能性。死ねばいいのに、死ねばいいのに。入ってたら困るわ、普通に。トン。お、ダブリだね。ダブリだね、全員。さあ、ディーヌさん出るんでしょうか。トン。さとみさん、待って、同じのしか出ないんだけど今のところ。すごいね。やばくない。やばい、リーヌくんが出ないかもしれない。ドン。お、コロンくん。コロンくん、サタコロン強いね、今日から。やばいね。出ました、十束。十束、これ十束ね。十束初めてだ、届いたの。はい。お、ルートくん。ルートくん。ドン。お、なんか全員集合。プレミアっぽくね。レアのやつですね。レアだね。ドン。お、さとみくん。リーヌくん、なんでそんなリーヌくんの時さ悲しそうなの。ちょっと面白いかなと思ってリーヌくんこのまま出なかったな。お、コロンくん。お、メンバー全員出たかな。サトミくん、この7つ目が出なくて終わる。コロンくん。お、リーヌくん。よかった。お、全員集合。お、全員集合全部揃ったかな。さとみくん、あ、レッドくん、レッドくんだ。また怒られる俺。以上ですね。あれ、もう終わり？終わりです。終わりですか？終わりです。あれ、グッズ紹介終わりですか？終わりです。じゃあ、ちょっと今回はあれですね。なかなかリーヌくんがなかったですけど、まあいろんなの出てよかったじゃないですか。よかったよかった。はい、じゃあね、この後6時からなんで、今1時40分ぐらいなんですよ。時間何やってるんですか、これ、この後。クソ暇なんですけど。よし、じゃあ今日は僕が開封します。いいっすか？目の前に空からの友達いるから。とりあえず開封しよう。空からさん、はい、おやつタイムですか？おやつかな？まあ、そうですね。中ランチみたいな。クソ高かった。高いっすかね、この辺も。まあ、クーマンは写真に出てるけど。この途中まで行くわ、ギリギリまで。帰ってきました。おかえりなさい。帰ってきました。やばいわ。お家どうだった？超楽しい。やばい。ああ、やばい。楽しみのチュッてしてるシーンは見れなかったです。あ、もう一回ね、でも行きたいって言ったもんね。行きたい。やばいよ、あそこはすごいよ。よかった。マジやばい。じゃあもう一回ね。リーヌくんの画面なんかさ、うん、ちゃんと見えたの、双眼鏡なくても今回。いっぱい視聴者さんに声かけてもらってね、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。カードもいただいて。ありがとうございます。めっちゃ嬉しかったね、今回も。めっちゃ嬉しかった。ね、またね、
ぜひあの DM でもなかなか会えなかったとか見つけたけど声かからなかったって方結構来てたんですよ、俺のところにも。いや、もうぜひまた、ぜひまた声をかけてください。お願いします。お願いします。じゃあ今日はもうこの後じっくりちょっと休んで、はい、僕が編集しますんで今日の動画を、はい、じゃあ次はどこだ、東京ドームで会いましょう。え、いつだよ。いや、野球やだよ。サッカーの方がいいじゃん。じゃあね、お疲れ。